ファン必見。平野翔とキャリーパミュパミュが語る失敗と挑戦の真実に迫る。次回の放送を見逃すな。あさって16日、日曜日12時30分からのラジオ番組チャプターゼロに、再び平野翔さんとキャリーパミュパミュ,パミュさんが登場します。今回も二人のフリートークがメインで、前回の放送が非常に好評だったため、 多くのリスナーが期待を寄せています私たちがなぜこの番組を楽しみにしているのかそしてフリートークという形式がどれほど魅力的であるかについて考えてみましょうまず平野翔さんとキャリーパミパミさんの2人が持つ特別な化学反応について触れないわけにはいきません2人はそれぞれ異なるバックグラウンドを持ち異なるフィールドで活躍してきましたが その共通点はどちらも多くのファンを魅了している点です。平野翔さんはアイドルグループキングプリンスのメンバーとして、そして俳優としてのキャリアも築いており、その多彩さとカリスマ性で知られています。一方、キャリーパミュパミュさんは独特のファッションセンスと音楽スタイルで国内外から高く評価されているアーティストです。そんな二人が一緒に話すと、 どのようなトピックでも興味深く、リスナーを引き込む力があります。前回の放送では、2人がそれぞれのキャリアについて語り合っただけでなく、プライベートなエピソードや最近の関心事についても話しました。その内容は多岐にわたり、笑いあり、感動ありのトークが展開されました。例えば、平野さんが最近始めた趣味について話す場面では、 キャリーさんがその趣味について自身の経験をシェアし、お互いに新しい視点を提供し合う姿が印象的でした。このような自然なやりとりがリスナーに親近感を与え、まるで友人同士の会話を聞いているかのような感覚を味わわせてくれます。また、チャプター0では、リスナー参加型の企画も盛り込まれており、今回も徒歩シネマズのギフトカードが当たるプレゼント企画が用意されています。 このような企画は、リスナーが番組に対して能動的に関与する機会を提供し、ただ聞くだけでなく、参加する楽しみを増やしてくれます。プレゼントが当たるかどうかのドキドキ感もさることながら、何よりも自分のメッセージが読まれるかもしれないという期待感が、リスナーにとって大きな魅力です。さて、フリートークという形式自体についても考えてみましょう。台本なしのトークは、 予定調和のないリアルなやりとりが魅力で、パーソナリティの本音や即興性が試されます。これは、リスナーにとって非常にエキサイティングな要素であり、特に平野さんとキャリーさんのように話術に長けた人物が相手の場合、その魅力は倍増します。二人の間に生まれる予測不可能な展開は、何度聞いても飽きることがなく、新鮮な驚きを提供してくれます。加えて、 フリートークはリスナーの関心を引きやすいトピックを取り上げやすいという利点もありますリスナーからのリクエストや質問に答える形で話が進むこともありこれがリスナーとの距離感を縮める重要な役割を果たしています例えば前回の放送ではリスナーからの質問に答える形で2人が最近感動した映画について熱く語る場面がありましたこのように リスナーの興味関心を直接反映することで番組の親和性が高まります。またフリートークはパーソナリティの人間性を深く掘り下げる絶好の機会でもあります。平野さんの素直で真摯な性格やキャリーさんのユーモアセンスが存分に発揮される場面が数多く見られます。二人の自然体のやりとりを通じてリスナーは彼らの新たな一面を知ることができ、 まますすすファンにななること間違いなしです例えば平野さんが最近挑戦した新しい料理の話題ではその失敗談が笑いを誘いキャリーさんがそれに共感しながら自身のエピソードをシェアするなど聞いていて心温まる瞬間が多々ありましたさらに2人のトークは単に面白いだけでなく時には深いメッセージ性を含むこともあります 彼らが自身の経験や考え方を語ることで、リスナーは新たな視点や勇気を得ることができます。例えば、平野さんが語った失敗を恐れずに挑戦することの大切さは、多くのリスナーにとって励ましとなり、日々の生活にポジティブな影響を与えることができました。そして、ラジオというメディアの特性もフリートークの魅力を引き立てています。映像がない分、 リスナーは耳から入る情報に集中し、想像力を働かせながら話を聞くことができます。このため、話の内容がより深く心に響くのです。また、ラジオは移動中や作業中など、手軽に聞けるメディアであり、その手軽さも人気の要因の一つです。平野さんとキャリーさんのトークを聞きながら、一日の疲れを癒やすことができるのも魅力の一つでしょう。 今回の放送でも二人のどんな話が飛び出すのか期待が高まります。前回の放送で触れられなかった話題や新たなエピソードが語られることを楽しみにしているリスナーも多いでしょう。特に今週はどのようなフリートークが展開されるのか、その内容が非常に興味深いところです。また、リスナーからのリアクションや質問も取り上げられる可能性が高く、 これがどのののようにに人トトークに影響を与えるのかも注目ポイントです最後にリスナーとしての私たちの楽しみ方について触れてみましょうラジオ番組を聞く際にはただ耳を傾けるだけでなく自分なりの楽しみ方を見つけることが大切です例えば番組中に出てくるキーワードやエピソードについて SNS で共有し 他のののリスナーとと交流を楽しむことも一つの方法ですまた、平野さんやキャリーさんに関する新しい情報をキャッチすることで、さらに彼らのファンとしての理解を深めることができます。チャプターゼロの次回放送がどのような内容になるのか、そして2人のフリートークがどのように展開されるのか、そのすべてが楽しみでなりません。 リスナーとして、私たちはこの貴重な時間を存分に楽しみ、二人の魅力を再確認するとともに、新たな発見を期待しています。あさっての放送が待ち遠しいですね。さて、ここで一つ考えてみてください。あなたにとってラジオ番組の魅力は何でしょうかそして、平野翔さんとキャリーパミパミさんのトークから何を感じ取ることができるでしょうか 放送を聞いた後、自分の感じたことや気づいたことをぜひ他のリスナーと共有してみてください。それが新たな発見や交流のきっかけとなり、ラジオを聴く楽しみがさらに広がることでしょう。放送が終わった後の感想を SNS やブログに投稿することも、リスナー同士のコミュニケーションを深める一助となります。 平野翔さんとキャリーパミュパミュさんのフリートークから得たインスピレーションや感動をシェアすることで他のリスナーとのつながりが生まれ共通の話題を通じて新たな友人を見つけることもできるかもしれませんまた番組へのフィードバックを送ることで次回の放送内容に影響を与えることもできます自分の意見や感想が番組制作に反映される可能性を考えると ままますます番組への愛着が深まることでしょうさらに平野さんとキャリーさんのトークを聞くことで自分自身の考え方や生活にもポジティブな変化が生まれることがあります例えば平野さんの失敗を恐れずに挑戦する姿勢に共感し自分の生活にもその考え方を取り入れてみようと感じたリスナーも多いのではないでしょうかまた キャリーさんの独自のファッションセンスや想像力に刺激を受けて、新しい趣味を始めるきっかけになった人もいるかもしれません。このように、ラジオ番組は単なるエンターテインメントの枠を超え、リスナーの日常に小さな変化や新しい視点をもたらす力を持っています。